2022-23 シーズン、ラリーガ・サンタンデール第38節に出場した久保建英に対しての現地メディアの評価を紹介します。今回は比較的高評価だったので、最後までお付き合いください。チャンネル登録お願いします。まずはマルカの評価から、3点満点の2点評価でした。ブライスが3点評価になるかと思いましたが、この試合では3点評価はいませんでした。プレビューではこの試合で対談となるイジャラメンギが取り上げられていました。レアルソシエダとセビージャはそれぞれチャンピオンズリーグ出場権獲得とヨーロッパリーグ優勝という直近で経験したそれぞれの祝賀行事からの回復を図ることになるが、それがより最近である訪問者が不利である。ホームチームはイジャラメンギが別れを告げる中、この素晴らしいキャンペーンを勝利で締めくくることを目指す。レビューも紹介します。ラレアルが素晴らしい別れの勝利、良いスタートを切りメンデスの活躍でリードし、後半はショーがリードを広げた。バレネは奮起してニアポストでディミトロビッチを驚かせようとしたが、 U21 代表のシュートは阻まれ失敗した。メンディリバルが前に出ようとするが、なかなかうまくいかず、ホームチームがリードしたままハーフタイムのホイッスルが鳴った。久保やスルロートがゴールを割ることはなく、新たに加わったショーがリードを広げたが、すぐにラメラに決めやた。ラレアルはそのままに1で勝利した。続いて明日の評価です。3点満点の2点評価でした。スビメンギが1点は見る目ないなと思ってしまいました。プレビューを紹介します。セビージャとラレアルが一緒にパーティーへ。ラレアルにとってはファンの前で勝利してシーズンを終えることができ、さらにパーティーを盛り上げることができる可能性があることは、セビージャ戦での勝利を目指すのに十分な動機となるはずである。偉大なキャプテンアシエル・イジャラメンギにその名声に恥じないようなお別れをさせなければならない。レビューを紹介します。ラ・レアル・セビージャに最後の仕上げを行う。ブライスとショーが勝利をもたらした。久保は22歳になったので、かっこよく祝おうとドリブルモードに入り、控えチームの若手 DF を夢中にさせた。レアルの勝利はチャンピオンズリーグのパーティーとイララメンディへの感動的な別れを告げ、セビージャはスポーツ的に脇を固め、デルセロ・グランデも同リーグのレフェリングに最後の別れを告げているのであった。ここからはスペイン各紙の久保への寸評と評価点のみを紹介します。まずはエルディアリオバスコ、5点満点の4点評価でした。パチェコとブライスが5点満点でした。フィニッシュの場面ではシュートがポストをかすめるなど、アクションの完成度を欠いたが、相手を置き去りにしてオーバーフローする能力を改めて示した。常にブライスの連携を伺い、中盤からオヤルサバルへ風穴を開けた。続いてエルデスマルケ、10点満点の8点評価。バレネ、ブライスと並んで最高評価帯でした。今シーズンのレアルで最も傑出した選手の一人である久保にとっては良い形でシーズンを締めくくることができた。彼はゴールという最後の仕上げをする必要があったし、そうするチャンスもあった。ノティシアス・デディプスコアは10点満点の7点評価。ブライスが8点で最高評価でした。壮大なシーズンだった。彼のキャリアを悲惨なものにしないために前半でマーカーを交代させた。多くのチャレンジをしたが成功しなかった。最後にムンドリポルティポ、止められない。10点目となるはずのシュートは明確なチャンスがあったにもかかわらず決めることができなかった。ホルミゴを華麗なセルフパスで破壊した。ブライスとの銀河系の関係性だった。以上、久保建英に対しての現地メディアの評価を紹介しました。今季はシーズンを通して大活躍でしたね。期待値が上がっているので来季の評価はさらに難しいものになりますが、大きな怪我なくこのまま順調に成長してほしいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。